黄身を崩して混ぜて南椒に餃子つけて完璧なビジュアル。どうもりょうりょうりさんビジネスということでですね、今回はですね、なんと私シラフでございます。シラフということはこれから何が始まるんですということだと思うんですけども、至高シリーズでございます。今回はですね、マジガチ本気の料理です。至高の餃子です。ここに行ってしまったかと。僕ね、餃子の意思昔からあったんですけども、相当温存していました。なんでかっていうと、餃子作るの面倒くさいからです。今回はガチで本気のやつ作ります。いろいろ試行錯誤したんですけども、何を試行錯誤したのかっていうのをちょっと説明しながらやるんで、この動画長くなると思います。なんですけども、ぜひね、店と比べてほしいんですね。これぐらいうまいのかと、お店と比べて多分相当うまいと思います。本気の僕の焼き餃子、皆さんにご披露したいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明していきたいと思います。まず餃子、豚ひき肉、豚ひき肉がいいです、餃子なので。これはミンチにしてあるやつで大丈夫です。餃子の皮なんですけども、モランボンの大判餃子の皮、これ僕これしか使わないです。あの大判です。なんで大判にするかっていうと、噛んだ時に結構肉汁がある、餃子なんですけども、噛んだ時に、大判の方がですね、具材を感じやすいっていうところと、あと包むのが楽。ちっちゃいのはね、めっちゃ包まなきゃいけないので、大判の方が美味しいし楽です。はい、だから大判買ってください。まあお野菜類ですね、ニラです。ニラは、半束、50g。 生姜です。生姜が 5g ですね。これ香り付けになります。で、今回ね、ニンニク入れません。生姜だけです。ニンニクね、入れてもいいんですけども、ニラがたっぷり入ってるので、ニラのこの香りだけで、まあね、あのニンニクとニラの香りすごい似てるので、たっぷりニラを入れることによってニンニクを省いてるっていうところですね。あのニンニク好きな方入れていただいても構わないんですけども、ニンニク好きな方は入れてください。はい、今回白菜です。ゼラチンです。僕は肉だねにゼラチン入れます。これゼラチン入れることによってですね、肉汁に濃度がつくんですね。ゼラチンを入れると家系ラーメンとかと同じような現象が起こるんですよ。それが肉にまとわりついて、肉汁がバーッと流れ出なくなるんですね。だから至高のハンバーグでやったのと同じような感じです。ひき肉とゼラチンの相性すごくいいです。これをやると、なんかゼラチンは温まると液状化して意味ないですよっていう風に言う方もいるんですけども、違うんです。これ液状化しても濃度がつくんで、とろみがつくんですよ。なんかとろみ付けにこのゼラチンを使います。はい、調味料は概要欄で全部説明しますんで、はい、そちら見てください。はい、それではですね、餃子を作る上で何が一番必要かっていうのを皆さんにご説明したいと思います。餃子っていうのはね、やっぱりね、あのこねたりして、こねてから包んでから焼くっていうですね、この三段構えなんですね。なのでですね、ものすごく手間のかかる料理です。出来上がった時のことをね、想像して楽しむことが大事だと思うんですね。皆さん想像してみてください。こんがり焼かれた大判餃子ね、これと一緒に飲むビールですね。ということで、ビールを飲んでイメージトレーニングしていきます。そうすることによってですね、出来上がりが想像できてですね、とってもワクワク感が増して、テンションが上がっていきます。料理に一番大切なテンションですから、皆さんテンション上げていきましょう。ということで、私この星の一番になっていきます。一番になっていきます。言わなくてもわかるでしょ皆さん。ということで、至高の餃子やっていきます。まあ白菜ね、これ 120g なんですけども、手作り餃子を作る上で一つのね、論争がね、たまに起きるんですよね。中身の野菜を使うのは白菜かキャベツか問題ですね。キャベツ派の方が多いんですよ実は。なんですけど、僕は白菜なんですね。これなんで白菜を使うかっていうと、白菜のがですね、水分量が多いんですね、キャベツよりもね。なんで今回ね、あの肉汁をたっぷり出すタイプの餃子なんですよ。なのでこのね、白菜の水分っていうのを利用していきます。これをね、みじん切りにしていきます。で、これをザクザクとみじん切りにしていく。そこそこね、細かくしちゃった方がいいと思います。はい、ボウルに入れちゃってください。ここにですね、お塩をね、まぶしていくんですよ。小さじ4分の1くらいかな。揉み込みます。通常のお店で作る白菜だと、これでね、水気絞るんですよ。なんでお店は水気絞るか分かりますか？お店だとですね、作り置きするからです。作り置きするから、水分がある状態であんを作ってしまうと皮がベチャベチャになっちゃうんですよ。お店とかで冷凍とかするじゃないですか。なんでその時に水分があまりにも中に含まれてると皮がにね、染みちゃうんですよね。ただ僕の餃子は家庭で作る餃子ですから、冷凍しません。なので水気絞りません。美味しい水分は全部餃子の肉汁にします。これがですね、家庭で作るからうまい餃子の作り方です。まあニラはね、どうしようかな、まあ、なんか3等分ぐらいに切って、これでね、小口切りしていきましょう。これね、普通に小口切りで大丈夫です。はい、
ここに豚肉、これね、最初に練っておけっていう方いるんですけども、今回いりません。なぜかというとゼラチンでですねまとめ上げるからです。はい、牛脂切るの忘れてたんで、牛脂、これ牛脂なんですけども、これぐらいの、牛脂ですね、ラードでも代用可能です。これはね、刻んじゃいます。こんな感じで細かく刻んでください。柔らかいタイプのやつはそのまま混ぜ込んじゃっていいんでね。で、これを入れることによって肉ダネがですね、油が入ってですね、すごくジューシーになります。牛脂を入れていきます。で、最初にオイスターソース小さじ2杯入れちゃいます。はい、塩小さじ1杯、オイスターソースで旨味を、つけていきます。はい、そしてお醤油で、中に香りを入れていきますね。ごま油が、肉ダネに入るとすごく香りが良くなりますので、1半です。ソーミシャンタンじゃなくて今日ちょっとなかったんでウェイパー使います。これを小さじ半分ぐらい、これね、中華スープがね、肉ダネに入るとすごくね、味が締まりますんで、粉ゼラチンを使うことによってですね、ものすごくですね、肉汁にですね濃度がついてとっても美味しくなります。これで小さじ2杯ぐらい、はい、これぐらいですね。そしてお酒が大さじ1です。これ香り付けと水分をちょっと足すイメージですね。はい、これもこのお酒も肉汁になってきます。そして香り付けの、生姜、だいたい 5g ぐらいですこれね。で、あと黒胡椒、今回ねパウダー状の使いますけども、粗挽きでもいいです。ちょっと多めに入れます。はい、はい、でこれねよーくこねるように混ぜていきます。僕相当餃子好きで、宇都宮でも1日餃子食ってたぐらいなんですけども、僕の餃子が一番うまいです。これはでも個人差ありますからね。僕は僕の舌に合わせて作ってるんで、僕の料理は一番うまいです。マジでこれ自信があります。握るように、混ぜてください。よく混ぜるとですね、お肉から粘り気がね、出てきますんで、最初はねシャバッとしてるんですけど、だんだんまとまってくるんですよ。これこんな感じですかね。こんな感じになります。はい、じゃあね餃子包んでいきます。これがね、大判の餃子になります。乗せて、だいたいこれぐらいですかね。全体に濡らしまして、餃子の包み方なんですけど もう簡単にこうね、なんかこうひだもね2箇所しか作んないですよ。こう折り返してこう折り返す感じですね。餃子の種入れます。で、ここに水をつけます。1回折り込みます。はい、まずここで1回、そしたらここで1回折り込む、わかる？で、こうです。あ、ちょっと慣れてきました。この折り方がね、一番いい。もう、どん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 やっていきましょう。うまく包めなかったとしても、味変わんないので、全然気にしないでください。でもこれみんなに手伝っても、ちょっと哲也来て、彼氏とか、彼女とか、ね、旦那さんとかね、お子さんとか、巻き込んでください。もうラストでしょ。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、これはね、皆さん、お家に人がいる方は、巻き込んでくださいね。餃子って大変なんだよ、お料理って大変なんだよみたいなね、餃子食べたいって言うけどこんなめんどくさいんだぞみたいなね、そういう使い方もできますから、この動画は。はい、できました。はい、強み終わりました。はい、じゃあこれから焼いていきます。いいですか皆さん、じゃあここから一番大事なね、餃子包み終わったんで、一番大事な焼きの工程に入っていきます。小さめのフライパン用意してください。油を小さじ1半用意します。これ流していきます。はい、餃子なんですけども、押し付けながらちょっと押し付けて、餃子の底をフライパンにこう平らにさせるような感じ。そうすることによって焼き目の面が多くなるんで、香ばしさが増します。放射状に並べていきます。こんな感じ、キュッとこうキュッといきますよ。ということで 10でいきましょうか。ここで火にかけます。初めてで中火です。常に中火です。最初に、このまま温めて、ここでねよく焼き色をつけるのが重要です。この大きさのフライパンに対して 70cc の水です。小さじ1杯の薄力粉、こいつを入れていきます。よーくね溶かし込んで混ぜてください。で、焼いてる途中でいいんで、軽く羽根付き状態の餃子にしていきます。後から流し込んでいく感じ。餃子のこうさえずりが聞こえてきます。これぐらいの色、結構茶色くなってますね。この色ですよ、皆さん覚えておいてください。軽く羽をつけるような感じで全体に入れ込んでいきます。はい、終始中火です。これで、水分量が少なくなるまで焼いていきます。餃子の中まで蒸し上げて火を通していきます。
水蒸気がこう蔓延するんで、この中で餃子がね、焼いた後に蒸された感じになるんですね。フライパンでこう焼かれることによってパリッとした食感が生まれます。中止中火で大丈夫です。あ、結構きてますね、これね。ごま油です。ごま油はこの大きさのフライパンに対して大さじ1半です。これ全体に回しかけてください。水分を飛ばすために蓋を開けた状態で焼いていきます。油をね、こう全体に回すような感じで、ゴムベラかなんかでちょっとね、開けてあげるんですよ。そうするとこの餃子が剥がれやすくなります。縁がですね、だいたいこうちょっと、わかりますか、ちょっと茶色くなってくるんですね。これがね、いい餃子の合図でございます。縁が茶色くなってきたら、はい、火止めます。器に持っていきますよ。ほら、こんな感じで餃子全体が動いてますね。で、ポンと、ほら、どうですかこれ。ということで、こちらで至高の焼き餃子完成でございます。はい、それではできましたね。いただきたいと思います。いただきます。今回ね、タレね、2種類用意しました。普通の醤油と酢1対1に、ラー油と味の素を1振りしたものですね。あとこちらが卵黄醤油、これ超おすすめの食べ方です。卵黄に味の素1振りかけて、醤油1たしですね。まずそのまま食ってください。結構味が濃いので、このままでも美味しいです。いただきます。うまっ。肉汁半端ないんですよこれ。ダムと口の中で肉汁が爆発する餃子です。ビールとの相性が最高。餃子のタレ、これつけるとね、たちまちご飯行きたくなる味になります。お、ビールも行きたくなる味してます。焼きも完璧ですね。卵黄ダレ、黄身を崩して混ぜて、山椒にこう餃子つけて、完璧なビジュアル。こいつが一番うまい。生きる喜びってこういうもんなんです。今日は餃子パーティーということで、スタッフの皆さん来てください。パーティーナイト。はーい、餃子乾杯。収録終わり。召し上がってください。いただきます。まずまんま。じゃあいただきます。どうぞ。汁がやばい。うますぎる。汁やばいっすね。うまっ。タレももちろんもちろん、やばうまいっすね。通いたい。毎回作りたくないから。ウーバーイーツの店ちょっと、ウーバーイーツちょっとリアルちょっと。卵黄ダレもちょっといってください。はい、これやばそう。一押し卵黄だから。優勝ですね。やばない卵黄だれ。いや、みんな餃子やってほしいよね。レシピ教えるから、みんなやってもらっていいですか。俺そこ行くから。俺そこ行くから。ボリュームもこれやっぱすごいですね。卵黄だれがマジやばいね。この卵黄だれは何つけてもうまいっす。これはちょっと神、神の技っす。神だわ、神。最初に焦げ目をつけておくのがポイントです。ごま油を入れてパリッと焼くっていうのもポイントです。この餃子作ってほしい。完食ですね。珍しい完食はこのチャンネルで。ということで、皆さん餃子パーティーしたくなるうまさです。ぜひ皆さんやってみてください。やってみてください。いや、マジか。最強最強。だからうまい。やっぱね、パリッとやったらうまい。パリッと感がやっぱり全然違うね。